みんなこんにちは、ハリーです。ポン D ラッシュ倒していかい今回なんですけれども、トヨタペコ社配信イベント全部まとめていきましょう。生配信まとめよいしょ。さあ、ということで先になんですがご紹介します。いつもみんなありがとうございます。チャンネル登録8万1000人ありがとう。いやー、もう最近のみんなのバウンティーに対する熱量をむつむつ感じております。毎日コメントとかもありがとうございます。8万人かめっちゃ早かったね、1000人ね。ぜひこれからも頑張っていくので一緒にバウンティー楽しんでいこう。さあ、余談を切りまして、何をやっていくかと言いますと、昨日ですね、出ました12月29日の生配信の俳句とか全部情報をまとめていきます。ぜひ一緒に楽しんでね、捧げていこう。さあ、まずですね、みんな気になってるのは新超無線キャラクター登場。おめでとう。いやー、嬉しいね。強い弱いとかね、環境ランキングないとか、そういうのは一旦置いといてさ、エース&ヤマトっていうね、アニメの2人が登場してくれて、ちょっと興奮してます、僕。本当に嬉しいんですけど、エース&ヤマトかっこいいよね。この2人が登場してくれることが決定しました。登場時期は1月1日、なんと00時00分ということで、1時になった瞬間に実装されます。じゃあ、おめでとうがライブ配信になるのかな、みんな。わかんないね。ちょっと楽しみだね。はい、ということで、新キャラクターが登場すること決定しました。おめでとうございまーす。はい、そんな新キャラクターに関しての情報とかはね、また、後ほどまとめていくものとしましょう。そして、新キャラクターに登場することが決定したということで、とんでもないイベントの数が来ますね。まず一つ目、目指せ X トレンド入りキャンペーン。こちら確定しました。なんとですね、トレンド入りしたということで、バウンティラッシュ、バウンティラッシュマードです。トレンド入りすることで、継承メダル攻撃 18%、 クリスタルオーブ5個、特ブースト15個ということで全てもらうことができます。まあ攻撃 18% に関してはね、 A さんのヤマトがアタッカーということもあるので、まあ、結構使えるね、継承メダルになってるんじゃないですか。全員に使えるような継承メダルなので、アルベリン使いたいよとかね、キッタンドロー使いたいよっていう人もぜひね、この機会にゲットしておいてください。そしてまだまだあります。イベントキャンペーン始まります。ゲーム内キャンペーン、ログインボーナス期間中、2兆台野菜で35個もイベント発生、ありがとうございます。ゲーム内キャンペーン来るね、嬉しいね。ログインボーナスということで最大35個もらえます。そしてね、注目してほしいのはイベントメダル、定します。これわなんだろうね、ワノ国のイベントメダルって結構強い傾向があるんで、今回もね、どんなイベントメダルなのかみんな楽しみにしておこうね。ていうかさ、 A さんのヤマトメダルどうなんだろうね。ヤマト自体がゾーン系でしょ、キットアンドローみたいな感じでキットが主体の、今回はエースが主体だから、 A さんのヤマトとかっていうくらいだから、やっぱロギア系のメダルになるのかな。ね、ヤマトがゾーン系だけどね、ちょっとそこ気になりますな。そしてデイリースコア宝箱の方がログインボーナスを35個となってますので、みんなね、受け取っていきましょう。その他まだまだあります。こちらで1月1日から始まります。00時00分からゲーム課金となっております。そしてゲーム内キャンペーン、ログインボーナスで獲得できる家族の無料チケット、エースゲットしよう。みんな全員ゲットできますよ。24日までなので、みんなね、しっかりとエースゲットしちゃってください。カウンターとかは使えるね、緑エースになっております。環境では使えません。最大23回10連ガチャ無料登場、ありがとう。無料キャンペーン来たね、みんな。なんと無課金者にめちゃくちゃ嬉しいだけじゃない、課金者とかにも嬉しいね。コーラガチャと言われるんですね。1日無料10回ガチャが来ました。いや、嬉しいね。工場キャラクターしか当たんないんでね、正直どうなのって話もあるんですけど、まあそれでもね、みんなが欲しいさ、ほらキングエリザベロとかもいるし、イエストレイクなんてサポートで使えるしね、これでサポートとか使えたら、ちょっとワンポイントに使える工場キャラクター当たったら嬉しいんじゃない。無課金者の人は毎日引けるんでね、みんなしっかりゲットしちゃってください。最大23回ということなので、こちらも00006から引くことができます。館内キャンペーン来ました。1月のバウンティーからね、12月ちょっとね、変わんなかったよね、チョッパーとね、フランキーのやつでしたっけ、変わんなかったんですけれども、なんとこちらかっこよくない、麦わの一味以外で来るんだ。っていうか、ロビッチャーどこ行ったの。ロビッチャー欲しかったんだけど俺。キッド&ローとロー、なんとキラーも追加されるってことで、これやばいね。ちょっとね、イケメンすぎない、これ。黒ってかっこいいなね、めちゃくちゃ好きなんですけど、こちらバウンティーカラーとして登場しました。課金のアイテムになってます。500ポイントゲットすることによって、1人ね、交換することができます。キット&ローに関しては多分ね、キット&ローどっちか単体ではなくて、キット&ローっていう感じで来てるので、一人でね、一つ買っちゃえばこれ二人とも変わるよって形になると思います。こちらは1月1日の00時ではなく、14時日中から更新になるということで、みんなそこだけ注意しておいてください。いや、ワクワクだねこれね、嬉しいね。そしてこちら A さんのヤマト PV 公開リポストキャンペーン、
5万達成するので、おそらくねほぼ確定達成する。なので20個ダイヤ配布となります。激アツ1月1日までの期限となっております。申し訳ありません。 Mirror TV キャンペーン、いつものキャンペーン来たね。みんなこちら1月3日からで3日日最終日から始まることになっております。14日間の2週間キャンペーンとなってまして、最大で30個ダイヤゲットすることができます。課金商品とね、課金とかはしなくてもゲットできるようなイベントになってますので、みんなね参加することによって30個ダイヤゲットできるか、しっかりゲットしちゃってね、この際にミラティブ始めてみるのもいいんじゃないでしょうか。ミラティブは、ね、YouTube とは違ってね、自分の携帯を使ってそのまま配信ができるアプリになってるので、みんなのねプレイスキルとか共有したいとかね、そういうのちょっとやってみたいなとか、配信活動やってみたいなっていう人にとっては結構おすすめなので、無課金者の人もねその一歩にぜひ使ってみてください。まだまだあります。アニメ主題歌期間限定キャンペーンということで、期間限定でこの曲がですね、なんと使えるようになります。その曲たちがいて、この世界の終わりとかのさ、最高到達点、最高到達点にだけのだけ、めちゃくちゃ良かったよね。これね、これが聴けるようになる。 We Are とかも聴けるってことなんで、マジで嬉しくない？このアニメ主題歌聴きながらゲームで潜ることできます。1月1日こちら00時00分から開幕になりますんで、みんな楽しんでいこうぜ。無課金者の人もね、始めたての人はこういうのやってね、テンション上がっていくのもいいんじゃないですか。さあ来ました、今回ですね注目になっておりました5周年ありますよ、直前生放送虹のダイヤ配布。こちらがなんとお年玉企画ということで、くじを3回引きます、ライブの中で。でそれで1等2等3等4等どれか当たったらもらえますよってことになってたんですが、もうすでに決まっております。なんとタナピーカーのお年玉ということで、なんともうすでに公開されちゃってます。こちらこちら、1月1日に40個配布、1月2日に40個配布、1月3日に50個配布、1月4日にもさらに50個の合計180個配布。4日間ログインするだけ180個もらえる、やばいね。まあ、当日もらえるのは40個だけになってるので、そこみんな注意しておいてね。さあということで、ここまでまとめていきましょう。本日ですね、生配信で登場になりました配布が確定したダイヤ数すべて合計しますと、今回は265個キャンペーン配布となります。24日までのね35個のログインボーナスも含めた数になってるので、みんなそれだけ注意しておいてください。イベントメダルが2枚来たりとかするとね、1枚につき4枚ですから、合計8個ダイヤが獲得になるという形になります。なのでそれも全て合計しますと272個ダイヤ配布になります。おめでとう。272個だって、去年のママの時は190個しかダイヤ配布なかったんだよね。今回はなんとそれよりも80個も多い配布となりました。運営さん太っ腹です、本当にありがとうございます。今回来ましたキャンペーンの配布イベントはこんな感じになっております。いやーすごかったね、盛りだくさんだった、超楽しかったしね。エミュラティブキャンペーンとかもある、バウンティーカラーっていうね、もうむちゃくちゃ女の子が使うにはもうゲームベタボリのキャラクターになっちゃうんじゃないのこれね。ののかいろんなキャンペーンもあったということで、みんなこれねしっかりゲットしちゃってください。キャンペーンは1月1日00時00分から1月24日まで続くイベントとなります。おめでとうございました。さあということで、見ていただきましたどうでしたでしょうか。ここまで見ていただいて本当にありがとう、もうすっごい楽しかったね。レイさんのヤマトについての解説はこの後動画出していくんで、ぜひ楽しみにしておいて、見ていただきました次の動画でお会いしましょう。ではまた。